田沢義郎は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。青森県南津軽郡田舎建村出身。生のうち、拓の戸籍上の表記は、沢。津島文治元青森県知事の娘婿で、1947年、29歳で、青森県議会議員に初当選。1960年、津軽のケネディを名乗って、衆議院議員選挙に立候補し、 初当選。以来12回連続当選。自民党内では、高知会に属し、衆議院議員運営委員長、国土庁長官、自民党国会対策委員長、農林水産大臣、防衛庁長官などを歴任。1992年、斉藤国吉の死去に伴い、その公認として宮沢破壊庁代行を務めた。 1996年の衆院選で、比例代表東北ブロックに回ったが当選不可能な会に搭載され落選。これを機に政界を引退した。2001年12月12日、食道癌のため入院先の、弘前大学医学部附属病院で死去した。去年83。2002年1月29日、東欧義塾高等学校礼拝堂において、 追悼礼拝が行われた。当時の木村森を青森県知事も参列し、お別れの言葉を述べていた。ありがとうございます。